安倍晋司は日本の海軍軍人で海軍航空操造機の搭乗員。日本海軍における初の空中分解によって墜落殉職したパイロットである。最終階級は海軍中尉。1888年1月2日、宮城県勝田軍宮村に生まれる。兄二人が陸軍軍人であった。関係上、安倍自身も幼少期より軍人志望だった。 勝田軍立勝田中学校を卒業後、1906年11月28日には、海軍兵学校へ入校し、海兵37期生となる。同期には、井上成美、小沢寺三郎、草勝友一などがおり、また、安倍と同じく黎明期のパイロットである、イ倉クラテゾウ、桑原虎を、竹部隆を、南馬テルを、馬越騎士も同期生であった。 1909年11月19日、卒業と同時に、海軍将尉候補生、宗谷乗組となり、南洋諸島とオーストラリアをめぐる練習公開へ参加する。練習公開終了後、岩見乗組中の1911年2月27日に、海軍少尉となる。その後、時は乗組、海軍法術学校普通科学生、海軍水雷学校普通科学生を経て、 1912年12月1日、海軍中尉。1914年7月28日に第一次、世界大戦が勃発すると、山和乗り組として、占い森島付近の測量や警備に従事した後、第5定体疫として、文後水道警備に当たっている。1915年2月2日、つ木戦時、桑原虎尾、海、谷雄、三上中次郎。 津田工作と共に第四期飛行練習将校に任ぜられ、大浜海軍航空隊で訓練を受ける。教官には、欧州の航空隊を視察して帰朝したばかりの、足立東三郎、大崎教信両隊員などがいた。その後、航空術研究委員となり、同年7月27日に卒業飛行を行った、あと、第四期飛行術練習将校を卒業、引き続き、 追浜海軍航空隊夫として飛行術の習得に努めた。同年12月4日に行われた五体例特別観艦式では大正天皇の前で午前飛行を披露する公栄によくしている。1916年3月、東京市上野公園で海寺博覧会が開催されるにあたって追浜航空隊より航空思想の普及と宿意を表すための展示飛行を行うこととなった。 3月20日に、桑原虎を、飯倉オ、イクラ・と共に、ファルマン式水蒸気に登場して、上野公園上空で、旋回飛行を行った。帰還途中、虎のノ上空に差し掛かったところで、突如として右翼が破損し、そのまま500メートルの高さから町田警部、陸軍大将の自宅に墜落した。安倍は、エンジンの下敷きになり、顔面と右腕を粉砕する重傷を負い、担下にて、 海軍省内に運び込まれ医務局長から応急処置を施されるも午後2時に絶命した。同日、正七地位、訓後等に乗されている。同乗の東宮機関隊員も顔面と後頭部に重傷を負い、運び込まれた先の病院で死去している。仲の良かった草勝智一によれば、ある時、安倍がニコニコしながら、自分の写真を出して、これは最近撮ったのだが、 この写真屋は、なかなか上手で関心だと一人で絵図に入っているので、写真を見てみるとかなり修正されて実物とかけ離れたものであったという。また、安倍が墜落した当時、草川中央区にあった海軍大学校でお菓子学生として学んでおり、安倍墜落を目撃している。草川同じく同期でお菓学生だった中田三章と一緒に現場に駆けつけ、安倍を 海軍省まで運んでいる。飛行術練習将校を終了した後、追浜海軍航空隊で教官を務めていた際に、指導した後輩に山口三郎、大西滝次郎がいる。ありがとうございます。